本日は、ガソリン満タンでよろしい方ですか？洗車どうされます？待ちます。待つ3時間ほどよろしいですか？お願いします。こんな客、あ、どうせこんな客一元や、適当だよこんなもん。汚い車、わかるかな、ほったらかししすぎやな。何ヶ月経とんねんな。俺さ、ここのさ、黒く塗ったやん、うん、ピカピカにするのに、それもハゲてきてる。でも暑さで、だから塗り替えるというか、あれもせなあかんな。この上のやつってさ、焼けて色変わったりせえへん？多分まだ大丈夫やと思う。そしたらもうさっさと洗車してもらえるか。はい、お待たせしました。本日は、ガソリン満タンでよろしい方ですか？洗車？洗車です。洗車、いや、今手洗い、手洗い洗車したら3時間ほどお待ちしていただくような感じになります。何分？3時間ほど。3時間？うん。で、気は先生でしたら5分ほどいただければやりますけれども、どうされます？待ちます。待つ。手洗い洗車よりも機械洗車の方が、ブラシいいやつなんで綺麗になりますけれども、よろしいですか？3時間ほどよろしいですか？私もやりたい。それよろしいです？3時間。それ私もやりたい。ほんまにもうこんな忙しい時にも手洗い洗車も持ってきやがって、ほんまに。この客、願いします。この客、あ、ホイールあるとこ綺麗にやっとくからな。綺麗にやってよ。お、でも箱根先生じゃない。あ、ごめんごめん。綺麗じゃん、綺麗じゃん。いいじゃん。よし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 。はい。タコ洗浄。何分これ？1分。1分40秒しかないよ。あと700円も払って。はい、頑張って。届く？私もスポンジ持って手伝おうか？え、いや、もう頑張れる？頑張る頑張る。届く？どうせこんな客一元や、適当だよこんなもん。適当にされたら困るな。一元の客なんか、もうどうせ足、もう来へん。もう今日で最後。やれてるからな、この客は。クレームあるからすごい。次から来てもらったら困るから。ちょっとその上の方とかも洗えてないとこあるんやけど。やばい。あ、そうですね。すいませんでした。お客様。ちょっと綺麗に隅から隅までやってもらって。どうぞ、ウェイティングルームございますんで、そちらでお待ちしていただいてよろしいですか？愛車で心配なんで、ここにいてます。ウェイティング。綺麗にすいませんね。この中、あ、このこっち側も、このこれのこっち側も。はい、あと3時間ほど待ちますんで、ええ、車置いてどっか食事でも行っていただいても構いませんよ。お腹空いてないんで大丈夫です。ミラーのところもちゃんと綺麗にやってくださいね。はい。泡なくなってきてるんちゃいます？お兄さん、スポンジ泡なくなってきてんちゃいます？大丈夫です。そこら辺も涙流れてるんで、しっかり洗っといてもらって。重いでしょ。あ、まだあるわ。あいつやる気あんのかよ。おい。あいつないな。ちょっと一回流さない。お兄さん、顔から笑顔が消えてますけど大丈夫ですか？前回、あ、去年ですね、去年もコメントいただいた松野選手、あんまりちゃんとしなあかんよって話なんですけど、無理です、しんどいです。あ、私も水かけたい。お、終わりにしようか。水かけたい。ちょっと待って、ここちょっと、ここ綺麗に洗ってもらえてないわ。ここそことかもカメラあるからちゃんと洗っといてもらわないと困るんです。すごい。
そうそう、でもあの洗車スタッフにはちゃんとあのあんまりそのクレームみたいなこと言わない方にしていただいた方があの綺麗にしていただく可能性は高いのであのやってください。いいね、水なんだ、かけて危ない。お、ちょっとだいぶ洗車場が混み合って迷惑になりますんで、もうさっさと洗車を切り上げて吹き上げゾーンにやってまいりました。ということで吹き上げていきます。なんか毎回そんなこと言ってる気がするね、これは段取り悪いから。もうほとんど乾いてる、さっさと吹け。もうこの乾いてるやないか、それ全然吸水せえへんで。ムササビ、ムササビはなあの使えば使うほど多分吸水してくる。そうな、うん、じゃあ洗濯せなあかんや。そうそう、帽子があるから全然楽やな、ことしてよくこの洗車。え、帽子があるからさ。そうそう、もう乾いてるから楽やで。なんなん今の、開けて閉める、一回開けて閉めるやつなんなんなあ。え、それ頭がでかいか帽子が小さいかどっちな。頭がでかい。よく子供の時おばあちゃんに言われとったよ。なんて、頭が太かけん帽子が入らんばいって。このままや、貸して顔拭くから。え、顔拭く、そこ拭いてくれてるのか。すごく綺麗です。ここやね、やっぱりここ綺麗にした。完璧や。これ閉めていい？うん。オッケー。